マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはリンゴ酢ダイエットってご存知ですか？リンゴ酢ダイエットといえば、まあ飲むのかなってね、そういうイメージの方多いと思いますし、実際にリンゴ酢ドリンクってすごくね、種類が豊富、美味しいんですよね。ただ、実はこのリンゴ酢、デザートにもなるんです。この動画では、リンゴ酢ダイエットということでリンゴ酢を使ったスイーツを食べることで健康的に綺麗に痩せることができるんです。もしあなたがリンゴ酢ダイエット興味があるな、続けてみたいなということであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、秋のリンゴ酢ダイエットということで、秋にぴったりの美味しいリンゴ酢を使ったスイーツをお伝えしていきます。ではここからこの動画のお話の内容です。1つ目、リンゴ酢のダイエット効果について。2つ目、秋におすすめのリンゴ酢のスイーツ、まあ、デザートレシピということでお伝えしていきます。では1つ目のリンゴ酢のダイエット効果について詳しく見ていきましょう。まずリンゴ酢は脂肪をね、もうどんどん燃やしてくれるんです。もうこれはね、もう飲まないではないですよね。そしてその結果基礎代謝が上がって、まずは脂肪がつきにくくなる体になるんですよね。でまた太るもと、血糖値の急上昇をリンゴ酢を摂ることで抑えることができますから、ぜひ、まあ、お食事の時もそうですし、こういったねちょっとした小腹が空いた時のスイーツにもリンゴ酢を入れるととっても効果が出るんです。でまた、じゃあね先生って、お酢っていろいろあるから、なんでリンゴ酢なんですかって質問もよく受けます。その理由はこちら、酢酸っていう成分が一番多いのがリンゴ酢なんですね。でこの酢酸が多くあるからこそ、あなたの腸内環境が整う、要はね腸が動きが良くなるわけです。もうどんどん働いてくれる。なのでリンゴ酢を味方につけるのがいいですよということ。そしてね、このリンゴ酢取るとね、なんと満腹感も得やすくなりますから、食べ過ぎ防止にもなるんですね。またむくみ改善効果もあるので、もうなんか最近むくむって、もう顔とか足がパンパンっていう方はね、ぜひこのリンゴ酢を取り入れていきましょう。ではここからリンゴ酢の中でも一番痩せるリンゴ酢の選び方をお伝えします。それはこちら、まずは原材料名がリンゴ果汁 100% のみでできている無添加のものを選びましょうね。できれば有機 JAS マークなどのオーガニックでできている材料がベストになります。もうとにかく香料、着色料、保存料とか甘味料とかね、余計なものが一切入っていない良質のものを選んでください。ではここから2つ目の項目です。秋におすすめのリンゴ酢のデザートレシピということでお伝えしていきます。今回は、まあ、秋といえばフルーツの柿ですね。この柿を使ったデザートも簡単なのでね、安心して聞いてくださいね。もう私はとにかく簡単で、もうすぐできてね、美味しい、もうこれが揃ったものが大好きなので、ご一緒に作っていきましょう。まず柿をっていうのはですね、代謝がもうそもそも上がります。要はこう脂肪をね、燃えやすくしてくれるわけですね。で脂肪の元になる糖質もね、その脂肪に変わるまでにこうグッとね抑えてくれる効果もあるんです。そして便秘改善、結果デトックス効果といって、体の中に溜めてしまった余分なものですねを全部体の外へ出してくれる効果もあるんですね。ではお待たせしました。ここから痩せるリンゴ酢を使った美味しい秋におすすめのスイーツの材料と作り方、そして食べる時の痩せるためのね注意点、この3つお伝えして終わっていきたいと思います。まず今回は柿を使ったヨーグルトです。1人分です。無糖のヨーグルトを 100g、 そして純リンゴ酢大さじ1、そして完熟した柿を大さじ1で、お好みで蜂蜜をねタラタラっとかけていただいても良いと思います。以上の材料を準備してください。では作り方です。もう簡単ですよね。もうこのヨーグルトに以上の材料をかけるだけでおしまいですよね。もうこれ簡単ですから、ぜひ試してみてください。で特に完熟した柿というのは、もう甘みがね増しますよね。まるでこうジャムのような状態になると思いますので、私はその固めの柿も好きですけれども、どちらかというとこの完熟のとろっとしたところまで行くまでちょっとね
放っておくことがあるんですよね。もう本当あのペースト状になりますから、もういろんなデザートに使えます。今回はヨーグルトに使ってみました。では最後にこのデザートを食べる上での注意点です。1つ目、夜に食べないですね。まあ、いくらね痩せるデザートとはいえ、やはり糖質を含む柿なので甘いものは夜に食べてしまうと NG ということですね。で2つ目、柿はあのタンニンが多く含まれているので、食べ過ぎてしまうとご自身のその体のね鉄分を吸収しようとする動きをね邪魔しちゃうんですよ。なので食べ過ぎはここでも注意です。そして最後、カリウムがとっても豊富なので、もちろんむくみを改善するためにはこのカリウムあるとね、もうありがとうっていうことなんですが、ただ多くこれも取りすぎてしまうと逆に体がね冷えるんですよ。よく昔から妊婦さんは柿を食べちゃダメとかね、あの注意されますよね。なぜかっていうと妊婦さんの体冷やしちゃうと赤ちゃんに良くないわけですよ。ママでもそうですけどね。なのでやっぱり基本的に柿というフルーツは体が冷えます。なので先ほどの材料も完熟の柿をまあ大体大さじ1ぐらいの量が十分なんですよっていうのは、そこが原因になります。さあいかがだったでしょうか。今回は痩せる効果の高いリンゴ酢と秋におすすめのフルーツの柿を使った美味しいレシピをご紹介しました。ポイントは量を守ること、そして食べるタイミング、時間帯ですね、こういったものを守っていただくと本当にね、あなたは細胞レベルで健康で若返って結果きれいに痩せることができますから、ぜひ試しに作ってみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。